えー、皆さん、こんにちは。アシナスでございます。ただいま、えー、トークライブ終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。えー、うっちもね、今、カメラマンやってもらってますけども、はい、今回は告知でございます。<お>10月7日、13時からですね、介護職が今最も学ぶべき、えー、自立支援介護とはというテーマでですね、上条ゆりなさん主催で、えー、ライブ、トークライブがあるんですけど、トークライブ、介護イベント、 がありまして、で、これなんとですね、おじいちゃん出ます。お、来たついに。101歳になったおじいちゃん出ます。初じゃないですか、こういう。初ですね、正式には多分初だと思いまして、で、こちらがですね、チケットが2000円。で、場所が新宿近辺で、応募者にはこう伝えるような形になっております。で、 介護職の方でなくても、参加 OK ですので<ー>、えー、ぜひ応募してみてください。あの、概要欄にその URL 載っけておりますので、えー、ぜひとも2000円ですよね。安いですし、おじいちゃんの話も聞けるし、で、かなり詳しい介護テクニックのお話とか、えー、なんだ、もっとこうした方が介護っていいんじゃないかみたいなお話も聞けるので、えー、13時から18時、結構ロングスパンでございますが、ぜひお安いので、来てください。お待ちしております。はい。 えー、そしてもう一つ、えー、10月10日沖縄トークライブ。<ー>えー、これはあのあの10月7の日のイベントから3日後ですね。まあ早いですね、えーえー。正確に言うと僕は2日後には、えー、沖縄に行くので。<laughs> <laughs> 会場が決まりました。お、良かった。はい。えー、沖縄県の豊崎というところにありますね。はい、那覇から、まあ、車で結構あるのかもしれませんけども、豊プラという会場で行います。<ー>まあ、詳細は、あの、どっかしらに出してると思いますので、<ー>えー、そちらをよく見て、お名前、お電話番号、住所、お、などなどを記入して僕にメールしてくだされば参加できますので、チケットは5000円となっております。こちらチケット代と、 あとはドリンクそしてご飯、えー、全部込みで5,000円ですので、えー、このトークライブはですね在宅介護の方々に向けて、えー、僕がですね、えー、在宅介護をしていて、えー、同世代とお話があまりできなかった、えー、美味しいご飯をみんなで食べれなかった、えー、そしておしゃれとかそういう着飾って外に出ることをしなかったというこの反省を踏まえて、えー、やるトークライブですのでご飯とドリンクつけた形のトークライブを 絶対にやりたいということで、で、5000円でやらせていただきます。はい,い、えー。20人集まっていたんですけども、キャンセルが出まして、今19人ですので、えー、40人まで、えー、会場入れますので、<ー>ぜひともご応募お待ちしております。お待ちしてます。はい。そしてラスト。はい。11月30日トークライブ、うっちゅもね、よ<っ>えー、お手伝い。行かせていただきます。来てくれますけども、えー、11月30日渋谷でですね、えー、12時から、えー、16時まで、えー、トークライブ4時間、 ほどまあ4時間もしれないかな3時間ちょっとお話できたらなという大型、えー、トークイベントで、えー、なんと会場120人入りますでかー、はいで現在ですねチケットが16枚これ16でも3か月前で16がかなりすごい数字ですごいで,す、ね、で配信が1位1位信が1位1位大丈夫か <laughs>、ね、大丈夫かということで,で今伝えた、えー、10月7日のイベント10月10日のイベント11月30のイベント すべてですね、概要欄に詳しい話、えー、書いてありますので、ぜひそちらから、えー、ご応募いただければと思います。そしてトークライブ終わりですけど、うっち、はいえね。最後ね、ちょっと質問がありましてね、いろいろ家庭の事情、込みた話、いろいろトークライブでこうお話ししましたけども、はい、やっぱりその難しいですね。いやー、難しいですね。はい、この LINE がちょっと難しいところでありましたね。う やっぱりもう結構、この怒りがねすごい先行してらっしゃって僕へ,じゃないですよ僕へのじゃなくてご家族への怒りがかなりたまってらっしゃってまあ僕の意見がもう耳に入らないような状態でしたけれども,けれども結局、僕の話で全員が救われるわけじゃないっていうのも,もうしっかり改めて思いましたし、はい。 ね、何より嬉しかったのはその方が、あのー、一緒にね、うんえー、参加してくれた方と今まだお話しされてるというか、ね、ちょっとお茶しませんかということでお話しされていて、はい、そのためでもありますからね,ねトークイベントに来てくださった方とつながっていただいて えー、そう僕では救えない部分を同世代しかも同性の方と一緒にこうお話ししてくださるっていうのは一番いい、はい、そうですね相談し合ってもらってみたいな感じですよね、はいはい、一番いい形だったので、はい、皆さんほんとすぐ仲良くなりますねいやすごかったですね、はい、早かった早かったねもう別にこっち話し出す前にもう皆さんで喋ってましたしね休憩で、ね、明けの時とか誰も俺たちのこと見てなかった見てないです <laughs> 一切はい こっちは見てません誰も。はい。で僕結構いい感じで髪色仕上げてきたんですけど、何も言われなかったですね。誰にも何も言われてないです。うん。すいません申し訳ないこれは。悲しいですね。まあ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 次また次次やりますから。まあ次やりますからね。はいということで今だいたい何分ぐらいですか。今五分四十秒ぐらいです。なるほどあとじゃ二分ぐらい話しますかええなんかありますか。二分。 もう話すの？八分八分のいや八分のもう。じゃあ動画しますはいねなんかありますか？いやいや最高でしたよ本当にいろんな方いろんな方ね参加されてて毎回で実際その十月七日はあのおじいちゃん参加されるということで僕もあのえっとおじいちゃんの介護士としてはい。 はい、あの会場の方に参加させていただくんでちょっとどういう話聞けるのかなって楽しみだなって僕は思っております。え聞いてます僕の話、はいはいはい、き聞いてるけどなやっぱ聞いてない感じに見えた、はい、はい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 なんか聞いてないのかなって思っちゃったんですけど聞いてはない聞いいてないじゃん時間ばっかり見てあと2分だと思ってあと1分10秒なああ何すかシャトルランシャトルランみたたいな。じゃ8分以上行ったらさ、はい、その。はい 収益化できるところがいっぱい増えるからさ。ああ、なるほど、なるほど。8分以上がいいんですね。8分以上がいいから。でもよかったっすよ。いろいろね、あの、なんか面白い話あるあやばいね。じゃあ、ほんと。そんな。介護関連の。介護関連限定。介護。在宅介護。在宅介護限定の面白い。やってないよ。在宅介護。俺。え俺やってないよ。俺、知ってる人でしか介護やってないっすよ。みんなやってんじゃないのいや、みんなやってないです。これから。みんなこれから。あなたが早いだけ。 そうそうそう30代前半でさ在宅介護やってるって何俺だけなんだけどマジでその周りでいやいないんすよもうちょっと上なんですよもうちょっと上じゃないとなかなかそこまだまだ始まらないんすけどおかしいって言われたよいやおかしいっすよねまあまあお孫さんなんでねそれはもうしょうがないところではあるんですけどなるほどねありがとうはいじゃあ使っていただいてまだはい まあとということで、トークライブとかでいろいろやってるのはですね、はいまあ、在宅介護の方々のためともおありますけども、はいまあ、実際は僕が47都道府県行きたいだけですあ言っちゃったはい全国であります本当のこと。はい。いに行きたかった沖縄に行きたかったそうですよね <laughs> はいなんか長寿の秘訣とかっていう沖縄って、はい、それこそその健康食というか要は え普段から食べてるものが長寿につながるというか健康的だとか、ね、あとは気候、はい、お暑いだけではなくて涼しいとか海が近いとかそういう運動とかできることをはい、はい、みんなもその運動する海に入るのが当たり前あなるほど全身運動だし車社会でありながら結構みんな歩いたりとかしてるとああそういう部分とかを参考になるかなと思って沖縄でトークライブと思っています。 そういうのも参考にっていうことで沖縄に行くんですもんね。あと僕が目指してるのはキャバクラ。沖縄のキャバクラが楽しみ本当に。何なんだこの人。連れてってくれる人も見つけました。やばいやばいやばい。もう見つけてるし。早仕事。はい。ということで、はい。まあいろいろふざけておりますけども、まあ少しでもちょっと自分のなんかこういう影響力みたいなものが、はい。 40万人いきましたからね。いやすごいですよ。おめでとうございます。はい。<当>それをちょっと在宅介護の方々のためになんか使えたらと思っておりますので、でね、はい、えー。自分で至らぬところもたくさんあるとは思いますけども、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、ね。息抜きに、ね、なっていただいて。ですあ、絶対言うんだ、これ。大きい声で、恥ずかしい公園で、恥ずかしい公園でず,ずっと、どこ、どこ見てんだろう。